13、王の死。その晩、ゲッセマネの園にイエスを捕らえるために現れたのは決して小さな集団ではなかった。ヨハネ福音書によれば、イスカリオテのユダは祭司長たちや神殿警備隊、さらには最大600人の兵士を要するローマの一個歩兵隊を伴って到着した。イエスを死罪にすべきだと焚きつけたのはユダヤの祭司長たちだったが、執行はローマ人の手に委ねられた。イエスの逮捕を正式に命じたのはローマの総督ピラトである。ユダヤの大祭司らによる裁判の後、イエスはピラトのもとに連れて行かれた。有罪とされたイエスが夜明けとともに事前の通告なしに総督官邸まで連れてこられた時、ユダヤ人の告発者たちが同行しなかったことは明らかである。彼らはすでにその週の初めにピラトに会っていたようだ。そしてイエスが民衆を扇動していると告げ、杉越の祭りの時期にいかなる暴動をも誘発することなくイエスを逮捕する計画を伝えていた。そう考えるのが妥当であろう。ピラトがこの計画を承認したことは、騒ぎを未然に防げるように多数のローマ兵を手配していたことからも明らかである。これまでユダヤ人はたびたび悶着を起こしていたが、それに対しピラトは強硬な態度で臨み、過酷な処刑を与えていた。それがかえって民衆の反抗心を刺激するとして、ピラトはティベリウス帝から叱責を受けたこともあった。歴史的に見ても、杉越の祭りはユダヤ人が蜂起するには格好の時期であった。世界中からエルサレムに大勢のユダヤ人が集まり、旧約聖書に親しんできた人々がメシア到来や民族独立といった自らを鼓舞する大義に煽られやすい状況にあった。ヨセフスは杉越の祭りの時期にはしばしばユダヤ人による暴動が起きていたと記録している。そのため総督ピラトはイエスを隠密に逮捕して、ユダヤの最高法院で裁きを受けさせ、その後自らイエスの取り調べをし正式に死刑を宣告したいと望んでいた。逮捕の際にイエスが抵抗したという明らかな証拠は残っていない。しかし4福音書は、乱闘があったこと、武器が使われたこと、またシモン・ペテロが剣で大祭司の手下に打ってかかり、その耳を切り落としたことなどを伝えている。だがそれも虚しい抵抗であった。イエスは敵の手に捕らえられるのも神の意志だと覚悟していたようで、弟子たちに武器を捨てるように言った。この時ユダヤ人とローマ人の権力者たちが教団全体を抑えるつもりだったのか、イエスだけを捕らえるのが目的だったのかは判然としない。しかし結果としてイエスだけが縛られて連行され、弟子たちは闇に紛れて逃げていった。ヨハネ福音書によると、イエスの身に起こることを案じたシモン・ペトロともう一人の弟子が密かに後を追った。後に再述するが、私はこの弟子をイエスの弟ヤコブだと考えている。イエスを殺したのは誰か。後年のキリスト教徒はイエスが捕らえられ十字架にかけられたことを全面的にユダヤ人の責任にしようとした。確かにイエスにはユダヤ人の敵がいたが、それは主に神殿で権力を握っていたサドカイ派の祭司たちと彼らに協力するファリサイ派の人々だった。裁判の時はサドカイ派が他のどのユダヤ人よりも無慈悲であったとヨセフスはユダヤ古代史に書いている。だがユダヤ人全体として見ればイエスは人々に敬愛されていた。また彼にはエルサレムのユダヤの高等法院の議員を含む高位の友人もいた。そのためイエスの逮捕は深夜から早朝にかけて内密に行われなければならなかった。
人々は杉越の祭りの準備で忙しい。速やかに事を運べば誰にも異変に気づかれないうちにイエスはローマ人によって塔刑に処されるだろう。イエス殺害の口火を切ったのは確かにユダヤ人の敵対者だったが、最終的に十字架につけたのは鉄頭鉄尾ローマ人だった。イエスは三つの段階を経て裁かれた。まずは真夜中に最高法院の実力者であるアンナスの屋敷に連れて行かれた。当時ユダヤの大祭司はローマ帝国によって政治的思惑絡みで任命されていた。紀元30年にこの地位にあったのはヨセフ・カイアファだったが、宗徒のアンナスがその裏で実力的な権力を握っていた。アンナスは紀元6年に大祭司となり、15年にローマ帝国によって退任させられた後も影響力を失わなかった。退任後も彼の5人の息子たちが順にこの高い位に就いた。大祭司の任命という重大な決定をローマ人が軽々しく行うはずがないので、一人の人間がこれほど長期にわたって実権を握っていた背景には相当な影響力と政治的腐敗があったと想像するべきだろう。当時ガリラヤの領主ヘロデを別にすれば、ヨセフ・アンナスが最も裕福で力のあるユダヤ人だった。彼はもともと聖職者の家柄で、ユダヤ人問題の処理を完全に掌握していた。一方、イエスの一族はダビデの後裔として民衆に強い影響力を及ぼしていた。それを将来的な脅威と見たアンナス一族がイエスの一族を攻撃したのはこれが最後ではない。時代が下って紀元62年にはアンナスの5番目の息子、その名もアンナス2世がこの地位にあった時、イエスの弟ヤコブが残忍なやり口で処刑されている。イエスとアンナスの一族は水と油のような関係だった。神の裁きが近づいていると信じるイエスとヤコブは、不正な方法で富んだ人々はいずれ己の身を嘆くことになるだろうと警告していた。メシアの使命の一つは腐敗した祭司たちを排斥することである。マラキ書にあるように、神の送った使者は審判の日に傲慢な者、悪を行う者を駆逐するという予言を実行するのである。カイアファは紀元18年から36年まで大祭司を務めていたが、アンナスの娘と結婚しており、いわばアンナスの傀儡であった。ルカ福音書ではアンナスとカイアファが大祭司であった時と記され、この二人があたかも同じ地位にあったかのような書き方をして、宗徒アンナスの圧倒的な影響力を示している。アンナスの一族は莫大な富を蓄え、贅沢な暮らしをし、神殿運営に関するあらゆる商取引を牛耳っていた。しかし彼らを軽蔑していた人々も多かった。こうした祭司の士族がイエスの時代にその権力を乱用していたことを嘆くラビの文献が残っている。悲しむべきはアンナスの家の者たちとその横暴、憂うべきはカイアファの家の者たち。彼らは大祭司となり、息子らを財務官に、婿を議員につける。そして彼らに仕える者たちも樽板を持って民を打つ。それゆえイエスがアンナスの利権の中心である神殿商業を痛烈に非難したことは、権力機構の腐敗の核心をつき、彼らの神経を逆なでにしたのだ。日曜の午後にイエスがロバに乗ってエルサレムに入場した時、民衆は彼を王と呼んで褒めたたえたので、イエスを重罪人とするのは比較的優しいことだっただろう。祭司や律法学者たちがローマ皇帝への税金についてイエスと問答したのも
帝国に反逆したという証拠を得るためのことだった。その週の初めの会議でカイアファはすでにイエスを死刑にすべきだと決めており、実権を握っていた義父アンナスの支援を得ていたに違いない。ヨハネ福音書はもしこのままイエスに説法を続けさせれば皆が彼を信じるようになる、そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろうと祭司たちが危惧していたことを伝えている。イエスが死刑になることはすでに決定していたのだ。問題はそれがいつかということだけだった。前の晩遅くアンナスの屋敷に集まった人の数は記録されていないが、それが最高法院全体の正式な裁判でなかったことは間違いない。縛られたイエスが引いて行かれた屋敷の中庭ではユダヤの神殿警備隊が護衛に当たっていたらしい。従者や伝達師たちは中庭を歩き回っていた。ヨハネ福音書でもう一人の弟子とだけ記された謎の人物を私はヤコブと考えているが、この弟子は屋敷の使用人と知り合いだったので中庭に入れたが、ペトロは門の外に立っていた。するとその弟子が庭から出てきて門番の女に話をつけ、ペトロを中に入れてもらった。この時中庭にいた人がペトロのガリラヤなまりに気がつき、イエスの弟子ではないかと問い詰めると、ペトロはイエスのことを知らないと言って否定した。内密で行われたこの違法な裁判は選ばれた場所も時間も異例のものだった。70人の長老からなる最高法院の会議は神殿境内にある特別室で昼間に審議を行い、決して深夜に個人宅で行われることはなかった。また杉越の祭りの準備の日に最高法院の公式会議を開くというのもありそうにないことだった。これはカイアファとアンナスの一族や高位の祭司たちがダビデの子と呼ばれる宿敵イエスを排除するための隠密の行動であり、正式な裁判でも公聴会でもなかった。要は既成秩序を乱したとして総督ピラトに報告できるような現地をイエスから引き出し、それを記録するのが目的だった。イエスに不利な偽証も行われたが、イエスは審問の間完全に黙していた。何も答えようとしないイエスの態度が告発者たちの怒りを買い、そこで大祭司はついに、お前はメシアなのかと確信をつく質問をした。マルコ福音書によると、イエスはこの時、そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見ると答えている。すでに述べたように、人の子というのはイエス自身ではなく、ダニエル書の予言にあるように神の人民すべてを象徴している。すなわち神の国が到来する時には、天下の全王国の王権、権威、支配の力は意図高き方の聖なる民に与えられ、その国は常しえに続くという予言である。ここでイエスが述べたのは、自分はイスラエルの王であり、我々は皆やがて神の国の権限を目撃するだろうということだった。イエスがついにダビデの血を引く王であると認めた。告発者たちにはそれで十分だった。イエスの顔に唾を吐きかける者もいた。中庭に連れてこられたイエスは侮辱され殴られた。また人々はイエスに目隠しをして暴行し、お前が本当に預言者なら殴ったのは誰か言い当ててみろと嘲笑った。夜明けになると、さらに他の祭司たちも集まってきたが、その人数は分かっていない。だがマルコ福音書が伝えるように、最高法院全体で相談したというのはありえないだろう。これは明らかに内々の陰謀である。イエス抹殺の決定に反対しそうなものは
選ばれなかったはずだ。とりわけイエスを支援するか、少なくともイエスの動機に同情的だった人は除外されただろう。後年のキリスト教の伝承では、イエスの死をユダヤ人全体の責任に帰して非難する傾向があった。そのためイエスは最高法院の全議員によって死刑を宣告されたと記すことで、マルコ福音書はそれを裏付けようとしたのだろう。だがヨハネ福音書にはそんな記録はないし、多くの福音書はそれを多くの点でマルコの記述を情報源としているマタイ福音書でも、最高法院全体という表現は祭司たちと民の長老たちがイエスを殺す相談をしたと修正されている。一方、近年の驚くべき2つの考古学的発見により、その場のイエスの最初の裁判に新たな光が投げかけられることになった。1967年の6日間戦争の後、ユダヤ人地区を再建する試みの一部として、イスラエル政府は大々的な発掘作業を実施し、紀元70年にローマ帝国に滅ぼされたヘロデの都の跡を発見した。それは高位にある裕福な聖職者層の居住区で、広大なヘロデ王の宮殿敷地の真西にあたる。考古学者たちは偶然宮殿と見まごうばかりの壮大な屋敷跡を発見し、おそらくはそこがアンナスの居宅だったという結論に達した。神殿に近い広さ600平方メートルの3階建ての屋敷で、東には神殿境内の見事な景色が眺望できた。1階の西側が中庭になっていて、敷地を区切る門は今も残っている。内側の壁面には彩色フレスコ画が描かれ、大理石と花のモチーフの装飾が確認できる。モザイクを施した床面は敷地のあちこちに見られる。とりわけ興味を引いたのは70平方メートルほどの広々とした石鹸室である。また近隣には同じような贅沢な屋敷が並んでおり、その北側の廃墟からはアラム語でカイアファの家に属すると刻銘された石の文鎮が見つかった。この王宮のような邸宅がイエスを死に追いやったアンナスの屋敷である可能性は高い。広い石鹸室は臨時の裁きの間として機能していたのかもしれない。福音書にある通り、その部屋からは中庭を見下ろすこともできた。1990年の11月にはさらに素晴らしい発見があった。旧市街の南に公園を建設した作業員が偶然閉ざされていた岩窟房を開けたのだ。この墓は紀元1世紀から人の手に一切触れられず、骨箱も人骨もそのまま納められていた。にわかには信じがたいが、それが大祭司カイアファの家の墓だということが分かった。発見された骨箱の一つには、ヨセフ・カイアファの文字が刻まれており、イエスの裁判で議長を務めた男の骨が入っていた。木曜の早朝、縄で縛られたイエスは兵士によって護送され、ローマ総督ポンティオ・ピラトの前に連れて行かれた。ピラトは当時、ヘロデ大王が建設した都の西の王宮に住んでいた。城壁の外側には石造りの入り口と高台に続く階段があり、これらは現在でも見ることができる。この高台はローマ軍司令部を兼ねた総督公邸の正面に位置し、壁を入ってすぐの宮殿敷地内にあった。ユダヤの祭司長も長老たちもこの日の夕暮れには杉越の食事をとることになっており、儀式の前には身を清めていなければならなかったため皇帝には入らなかった。身が汚れるとされていたからだ。代わりに祭司長たちは階段の外に立ち、ピラトがそこまで来て彼らと会った。
ピラトは石造りの高台にある裁判官席に腰を下ろした。ローマ帝国の正式な判決が言い渡されるこの場所はヘブライ語でガバタと呼ばれ、福音書には敷石という意味だと補足されている。祭司長や長老たちが伝えたイエスの罪状は明らかに政治的なもので宗教的な罪ではなかった。彼らはイエスがユダヤ人を惑わし皇帝に税を納めるのを禁じ、さらには自分はイスラエルの王になるメシアだと言っていることが判明したと訴えたのである。この罪のどれ一つをとってもローマ総督が死刑を宣告するには十分だった。ピラトは王宮の壁の内側のローマ軍司令部にイエスを入れ尋問した。四福音書はいずれもピラトはイエスを潔白だと判断し、時間をかけどうにかして彼を釈放しようとしたと書いている。ピラトはまた城壁の外でイエスを十字架につけろと叫ぶユダヤの権力者やその協力者たちを恐れていた。イエスに何の罪も見出せなかったピラトは、杉越の祭りには罪人を一人退社する慣例になっているが、あの男を釈放してほしいかと聞いている。イエスの告発者たちはピラトの提案を退け、退社を受けるのは暴動を起こした罪で死刑を言い渡されているバラバという名の男だと答えた。十字架につけろと叫び続けるユダヤの群衆にたじろぐピラトは不本意ながらついにそれに従った。水をたらいに入れて持ってこさせ、自身の潔白を象徴するかのように人々の前で手を洗い、ここで再びイエスには罪がないと言った。マタイ福音書によると、処刑をためらうピラトに対しユダヤの民はこぞってその血の責任は我々と子孫にあると答えた。ピラトの前で行われたイエスの裁判の記述が歴史的に正しくないことは学者たちの間で意見が一致している。これは後に形成されたキリスト教神学の伝統に基づいて創作された話で、それによってイエスの死の責任を全面的にユダヤ人になすりつけようとしたのである。ローマ人であるピラトがイエスに同情的だったことを強調するため、彼はあらゆる手を尽くしてイエスを救おうとしたことになっている。新約聖書の4つの福音書は第1次ユダヤ戦争66から73年の後に書かれた。反ユダヤ感情はティベリウス帝の時代在位14から37に顕著になったが、それは皇帝の長身で当時最も影響力のあった悪名高いローマ長官セイアヌスの政策によって拍車がかかった。経済的にも人的にも犠牲の多かったユダヤ戦争を経て、反ユダヤ感情はローマ人の間に一層高まった。だが新たなキリスト教運動を帝国内に浸透させていくには、イエスがユダヤ人の反乱を扇動し帝国に忠実でなかったと連想されるような事柄はことごとく打ち消さなければならなかった。ローマの十字架刑によってイエスが死んだことは事実だが、それはひどく容認しがたいことだった。だが顔面なユダヤ人のゆえにイエスはやむなく卓刑に処せられた。そして責任を転嫁することができるのなら、ユダヤ教から分離して誕生したキリスト教の起源とイエスの屈辱的な死をもっと有利に言い換えれば、よりユダヤ的でない宗教として説明できるため伝道がしやすくなるだろう。そうすれば初期キリスト教の教えがローマ帝国の隅々で認められ、より多くのものを回収させられるに違いない。事実こうしてキリスト教は帝国内にじわじわと浸透していった。史的資料によれば、ローマ総督ピラトは横暴で残酷な人物で、ユダヤ人問題には強硬な姿勢を崩さず彼らを
嫌っていた。紀元26年にユダヤ地方に赴任して以来、その傲慢で暴力的な言動は知らぬものがなかったほどだ。彼がユダヤ人問題に関しローマの長官セイアヌスの支援を得ていたのは疑いない。セイアヌスはティベリウス帝が27年にカプリ島に退いた後、皇帝の代理として実質的に国を動かしていたようだ。アレクサンドリアのフィロン、同時代のユダヤ人の歴史家で著述家は、ピラトを生来強直で他人の意見に耳を貸さず情け容赦ない懲罰的態度と激しやすい性質は他の総督の中でも突出していたと記している。ピラトは裁判をせずに逮捕者を罰し、法的手順を無視することでも知られていた。そのため、たとえピラトがイエスを無害で愚かな狂信者だと考えていたとしても、このような懲罰の機会が与えられたならためらうことなく処刑したであろう。新約聖書の四福音書が伝えるピラト像は単純に歴史として不正確である。神学を離れ、歴史的にありそうだと思われる事実に集中すれば、次のような経緯があったと推察される。大祭司カイガファとアンナス及びその協力者たちは、ローマ帝国に対する反逆罪でイエスを総督ピラトのもとに送った。ピラトは彼らが申し立てた罪状に対し、独自にイエスを尋問した。そしてイエスがガリラヤ出身であると知るや、処罰の判断を求めて領使ヘロデに送ることにした。その頃ヘロデは過ぎ越しの祭りのためにエルサレムの宮殿に滞在していた。ヘロデ・アンティパスは以前からイエスの死を望んでいたので、ようやく彼を拘束できたことを喜び、時間をかけて尋問したが、イエスは何も答えなかった。しかしその場にいた祭司長や律法学者たちはイエスを激しく糾弾した。そこでヘロデとその兵士たちはイエスを侮辱する。派手な衣を着せイエスを王と呼んで嘲笑った。ヘロデはそれから達刑という処罰を承認した上で、再びイエスをピラトのもとに送り返した。エルサレムでは司法の決定権はピラトの方にあったからだ。ピラトはイエスを皇帝の衛兵たちに引き渡すよう命じた。彼らは総督から最も信頼されたローマの精鋭軍団だった。衛兵たちは王宮の中庭にイエスを連れて行き、鞭で撃った。鞭打ちは奴隷や十字架にかける罪人を処刑前に懲らしめるためのローマ帝国の慣習だった。これは非常に過酷な罰であったため、ローマ市民に行うことは法律で禁じられていた。この罰は帝国の支配に反逆する人々を怯えさせ、恐怖に陥れるための手段だった。メシアが囚人になることなど滅多になかったので、衛兵たちはこの機会を存分に楽しんだようだ。マタイ福音書は兵士たちがイエスの着物を剥ぎ取り、右手に足の棒を持たせ、その前にひざまずいて、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱したと伝えている。ピラトはラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語でナザレのイエス、ユダヤ人の王と記した罪状書きを作るよう命じた。十字架を背負って処刑場へと引かれて行くとき、イエスがこれを首にかけたことは想像に難くない。やがてこの罪状書きは十字架につけられた罪人の頭の上に掲げられ、そのものの罪かを公示することになる。イエス貼り付けの物語で、ここは非常に重要な部分である。なぜならこれはローマ帝国がイエスを反逆罪で十字架につけた事実の証明になるからだ。ローマ人はイエスが王と主張したとして死罪を宣告したのである。ピラトはこの時他に2人のユダヤ人をレスタイとして処刑した。
この語は従来強盗とか山賊と訳されることが多かった。だが歴史家ヨセフスは帝国の支配を拒んだユダヤ熱心党員の徒党について記述する際にしばしばこの言葉を用いている。また動乱を起こして死刑を宣告されたがイエスの代わりに退社されたバラバという男を説明する際にもこの言葉が使われている。イエスと共に貼り付けにされた2人も当時頻繁に起きていた暴動に加わっていたと想像される。ここで注目すべきなのはピラトから見ればイエスを含む3人は同じ罪で、すなわちローマへの抵抗運動を扇動した罪で罰せられたという点である。イエスと2人の罪人は町中を引き回されゴルゴダと呼ばれる地に連れて行かれた。聖書によるとゴルゴダはサレ神戸の場所という意で、ローマ人が十字架による処刑場としていたところだった。ヨセフスは彼らがあえてこの地を選んだのはそこが主要な街道からも小高い山々からも通行人の目に触れやすいところだったからだと述べている。もっともむごいし、ヨセフスのユダヤ戦記にはローマ帝国の達兄は最もむごい死をもたらすと書かれている。1世紀のローマ帝国支配下のパレスチナで育った者はこの刑の恐ろしさを熟知していた。貼り付けにされた哀れな犠牲者は十字架に止められたまま何日も放置された。それは当時のユダヤ人が日常的に目にする光景だった。ヨセフスの記録によると70年の夏にローマ軍がエルサレムを包囲した時、貼り付けにされたユダヤ人の数は日に500人に上り、その数があまりに多く周辺の木はことごとく切り倒され森がなくなったという。古代ローマの宅兵の手順についてはかなり詳しいことまで知られている。文献として資料が残っているだけでなく、1968年にはユダヤ人男性の骨の一部がエルサレムの北のナーブルス街道から少し離れた岩窟壺で発見された。この男性は20代で、骨箱にはエホハナンという名が刻まれていた。残されたエホハナンの骨はローマ支配下にある1世紀のエルサレムで行われていた宅兵の様相を生々しく現在に伝える。貼り付けにする時の釘は手のひらではなく前腕に頭骨と尺骨の間に打たれた。前腕にある2本の骨のうち肘から親指側に伸びているのが頭骨で、小指側に伸びているのが尺骨である。こうすれば両腕が十字架の横板にしっかりと固定される。エホハナンの頭骨には釘を打たれた時にできたひびが残っていた。一般に考えられているように両手に釘を打っただけでは体重を支えることができないし、手首に釘を打てば血管が破裂してしまうことは生理学者が証明している。十字架刑の科学は出血を最小限に食い止めて釘を打つ方法を進化させた。出血が多ければ罪人はたちまち気を失い短時間で死んでしまうだろう。両足に関しては小骨を通るところに釘を打った。これは足の一番大きな骨で、前腕の場合と同じくここを止めておけばおびただしく出血することもない。エホハナンの場合、このかかとの骨に釘が打ち付けられたままだった。貼り付けによる死はゆっくりとやってくる。2日から3日はかかったはずだ。犠牲者は衣を剥がれたまま地中海沿岸の焼けつくような陽光にさらされる。ショックと疲労と筋肉痛、脱水症、出血、そして最後に窒息、あるいは心臓の機能不全によって死に至る。両腕と両足を釘で打つ時の角度によって死を早めることも遅くすることもできた。臀部のあたりには小さな木切れがついており、これで体重の一部を支えていた。
十字架につけられた人はやがて激しく消耗し、呼吸が甚だしく困難になる。死を早めたければ両足を折る。すると上体がガクリと下がり、ほどなく呼吸ができなくなる。ヨセフスは第一次ユダヤ戦争の際に十字架につけられた多くの捕虜の中に、エルサレム近郊の村に住む以前からの知り合い3人を見つけた時の逸話を書き残している。ヨセフスは彼らを十字架から下ろし解放させてほしいとローマのティトス将軍に直訴した。医者が呼ばれ、そのうちの2人は手当ても虚しく息を引き取ったが、1人は看護の甲斐あって回復した。ローマ人はしばしば死体を十字架につけたまま腐らせたが、ユダヤの律法によると木に吊るされて死んだ者はその日のうちに埋葬しなければならなかった。したがって処刑者の許しが得られれば、ユダヤ人は遺体を日没前に取り外して埋葬した。エホハナンは療脚を折られていたので、貼り付けにされてから比較的短い時間で絶命し、処刑の日に埋葬されたと想像される。なぜ私をお見捨てになったのですか。イエスと二人の罪人は木曜日の午前9時に十字架にかけられた。このような事態になる前に神が助けてくれることをイエスが期待していたかどうかは判断の難しいところだ。もしイエスがゼカリヤ書12章にあるダビデの血を引く人物、彼は差し貫かれる運命にあったと自分を同一視していたなら、たとえ貼り付けにされても手遅れになる前に死から救い出されると考えていたことは十分にあり得る。イエスが予期していたのは、突如として劇的に、しかも人知の及ばない迫力で神の国が出現することだろう。大地が揺れ動き、ヘロデの神殿が倒れ、太陽は陰り、月が血の色に染まり、死者が生き返り、天には神の軍隊が現れる。前の週に弟子たちがエルサレムの神殿の巨石の美しさに感嘆した時、イエスはその日が来ればこれらの石は一つも残らないだろうと言っていた。またマルコ福音書によると、前夜の裁判の席ではイエスに不利な証言がなされ、イエスが、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを聞いたと証言した者もいた。さらにヨハネ福音書の最後の晩餐の場面では、今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放されると弟子たちに告げている。つまりイエスが想像していたのは、神の日が来れば主が人々を罰し、属性の王たちは打ち倒され、サターンが失墜するという、イザヤ書に予言されていたような天変地異が起こることだった。イエスにはようやく3日目が来たのだから、人の子が天の雲に乗って現れる日は近いと思われたのではなかろうか。祭司長や長老たちは罪人を嘲笑し、とりわけイエスを愚弄したようだ。マルコ福音書によれば、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りてくるがいい。それを見たら信じてやる。という声が群衆の中から発せられた。離れてその様子を見ていたのはイエスの母マリアとマグダラのマリア、そしてガリラヤから来たエルサレムまでイエスに従って旅をしてきた他の女たちだった。ヨハネ福音書にはイエスの愛する弟子も母マリアと一緒にいたと記されている。その後、死が近いことを知ったイエスはこの弟子に母の世話を頼んでいる。私が弟ヤコブだと考えているのは、名前を明かされないこの弟子である。マルコ福音書にはイエスは午前9時から午後3時まで十字架につけられていたと書かれている。イエスはいよいよ最後の瞬間を予感するや、母語であるアラム語でエロイエロイレマサバクタニと叫んだ。
これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味で、詩編22の最初の言葉でもある。そしてイエスは頭を垂れ、息を引き取った。彼の胸には、聖書にあるこの言葉の他に、どんな思いが去来していたのだろう。衰弱した意識のもとで、イエスは詩編の一部を暗唱していたのだろうか。これはダビデの作とされる詩で、死に瀕する者の祈りである。だが彼は最後には激しい苦痛から救われ、死を免れる。この詩は、苛む者が群がって私を囲い、獅子のように私の手足を砕くという受難の後、主は御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださいますという希望に満ちた言葉で終わる。イエスはおそらく最後の瞬間まで神が介入し、自分の命を救い、神の王国を顕現させてくれると信じていたのだろう。その日の夕方から杉越の食事をとることになっていたため、祭司たちは罪人を早く死なせてもらえるようローマ兵に頼んでいた。ヨハネ福音書には、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために足を折って取り下ろすようにピラトに願い出たとある。しかし人々が十字架のところに来てみると、イエスはもう息をしていなかった。念のため兵士の一人が槍で脇腹を刺した。イエスは微動だにしなかった。ユダヤの王は死んだのだ。